はい、もごフィットネスです、今日はですね、最近買ってよかったもの3つ、ご紹介したいと思います。それでは始めましょう。はい、久々ですねこの企画、っていうのはまあ最近なんか買ってるものはないことはなかったんですけど、まあなんか良かったなっていう感じのものは特になかったんですが、ここに来て、ポンポンポンと、いいものが3個、みんなにおすすめしたいものが、あるのでご紹介しようかなと思いました。まず1点目、前回の動画でもありましたが、これです。アフターショックスさんの骨伝導ですね。はい、イヤホン、これはまあこの時ね、すごく、自分なりにご紹介しました。もう使って、結構経つんですが、まずロードバイクね、これいつもこれで、これを使って音楽聴いてます。そして僕散歩も好きなんです。はい、散歩ももちろんこれです。そして最近では、ウェイトトレーニング、はい、ウェイトトレーニングで、この骨伝導を聞きながら、やっています。はい、もうなんだろうね、常に自分の体にくっついてる状態になってますよもう本当に。実はですね、もう皆さん気づいてる方は気づいてると思うんですが、実はこれシャウトパーツに入れてないんですよ。びっくりですよね。もうこれシャウトパーツを超えてる存在なので、ついつい忘れてました。なんだよそのシャウトパーツ超えてる存在って。すごく例えですよ、白米、おっと、もこさんまたすごい切り口だねって思ってません？まあ聞いてくださいよ。白米、白飯ですよ。お腹空いてる時に白米をかき込んだ時、もう超絶にうまいですよね。うん、でじゃああれシャウトパーツに入るかっつったら入らないですよね。吠えますよ、うまいってなりますよ。なるけど、じゃあシャウトパーツあれ1位に白米って書いてあったらどう思います頭くるでしょ、どう考えても。まあまあちょっと違うんですけど、まあね、まあまあな、そういうイメージですよ。もう良すぎて、まあじゃあまあいいですよ、あれシャウトパーツにしましょう。もうね、忘れてましたよ、良すぎます。シャウトパーツの1位に入れますよ、入れます、ごめんなさい。はい、まあそんな感じで骨伝導大変おすすめです。はい、で2番目、ポックの、バックパックですね。はい、これも細かく、ご紹介しました。もうこれも今の骨伝導にもさも似た状態なんですよ。まず、もちろんロードバイクでも使える。そして、この時もご紹介したんですけども、私服にも合うんですよ。黒でポックっていう字体がすごく可愛らしくて、ちょっとだれ目の背負い方っていうんですか、こう伸ばしてちょっと下目にやって、服ね、私服とあっても合っちゃうんですよ。はい、やっぱりいい、そうですね、何でも合わせられるってやっぱりいいですよね。はい、で、あの時あんまり強く押しませんでしたが、ね、まあ、あれから何回も使って、やはりこうちょっとね、ロードバイクを乗ると体揺れるじゃないですか。それでの横ブレも全くないし、うん、今のところ最高の買ってよかったなっていうものにも、やっぱなりましたね。はい、まあ他のバックパックの中の小物入れのもう調べたんですよ。そしたらやっぱりね、やっぱり各メーカーすごくこだわってて、まあそっちを買ったら買ったで全然問題なかったと思うんですが、まあ僕、ご存知の通り見た目やっぱりかなり重視してしまうので、今回のね、見えますかね、これ、ポックのバックパック、非常に良かったです。もしちょっと人と違うなっていうもの、もうちょっとおしゃれ感が欲しいなって方は、まあ候補の一つに、見てください。はい、大変
いいバックパックでした、はいはい、そして最後3点目ですね、これがですね、サプリなんですけど、アシュワガンダですね、はい、アシュワガンダ、まあ今度細かく掘り下げてお話ししてもいいんですが、まずハーブ系なんですよ、はい、でいろいろロディオラとか他にもあったんですが、僕はあえてこのアシュワガンダというハーブを、購入しました。で僕サプリは相当飲んだし相当ね調べたりしてるんですけど、ハーブ系っていうのはね意外に僕買ったことなかったんですよ。なんかのサプリの中にそのハーブが入ってることはあったんですが、ハーブ単品で強力にこう摂取するっていうのは今までなくて、じゃあなんでここで紹介したのっていうことなんですが、僕はとにかくテストステロンを上げることがとにかく重視してたんです。でテストステロンを上げるっていういろんな方法があるんですけど、まあ、絶対にスクワット、これはもう間違いないんですよ、はい、テストステロンはもうスクワットで間違いなく上がります、はい、でいろんなその一番上がるテストステロンを一番上がることをやっていって、最後にやっぱりちょっとサプリメントでもちょっとこう底上げしたいなっていう意味でアシュワガンダを選びました、はい、テストステロンを上げることの重要性はちょっと今ここでは語らないんですが、もしどうしても気になるってことは方はテストステロンを上げるとどういうメリットがあるのかってことは、まあ、ググってもらえれば、いいと思いますが、とにかくテストステロンを上げるといいです。で、まあ、いいってことは言っておきますね。そしてなぜ僕がそこを、さらに、テストステロンテストステロンって言ってるっていうのは、僕らは特に重要なんです。っていうのは有酸素運動をやるとおーね、確かね1時間だったかな、ごめんなさいちょっとサクッと出てこないんですけど、30分以上かなか1時間以上、有酸素運動をやるとテストステロンがもう下がるっていう研究データが出てるんですよ。でまあほら、まあ、鶴で沖縄出る方にしたって何にしたってもう1時間乗り込むなんてもう当たり前じゃないですか。ちょっとそういうエンデュランス系の大会、出るって方はもうね3時間乗る、ね、平日だって時間があれば2時間乗っちゃうとか。で僕もそういう口なので、まあ、ご存知の通り、まあね、ローラー台で5時間とか乗る、人ですよまあだからテストステロンが下がる方向に行くんですよ。するとちょっとねテストステロンが下がっていくとちょっともう こっち系になってきちゃうじゃないですか。まあね、ちょっとね日に日にね動画に出てくる僕がちょっとこんな風になってきたら困りません？困らない？ね、ここのねハートレートのねバンドがねちょっとなんかこうちょっといいところにちょっとよくわかんないな。なんかうまい面白い感じでオカマの会話をしたかったんですけど全然出てきませんごめんなさいすいませんでしたで、まあ、そんな感じで、テストステロンがすごく重要な、ホルモンなのでそこでアシュワガンダという、サプリメント飲みました。あで、ごめんなさいふざけてるけど一応効果としてはよく寝れるようになりました。うん、これがとりあえず体感で一番出たかな、はい、最近すごく睡眠の質が上がりました。で一応摂取のタイミングは僕は朝と夜寝る前1錠と、朝起きて一発飲んでます、はい、わけあってトレーニング前は、やめた方がいいのかなとは思います、はい、どうしても、詳しく知りたい人はググってください、はい。まあ、そんな感じで、今日最近買ってよかったもの3点でした、はい。今日もね、ダラダラズルズル面白くないことを喋、ってまして、大変すいませんでしたまあそんな感じでちょっとでも楽しかったらいいねチャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃまたお会いしましょう。バイバイ。